市原洋は日本の俳優、東京都出身、神奈川県横浜市在住、トーチリンク所属、メガネ専門店での約3年間のサラリーマン生活の後、2011年お笑いタレントを目指して、渡辺コメディスクールに第14期生として入所。市原ハラスメントの芸名でコンビを組んで、コントを行ったり、ピン芸人として漫談を披露するなどして、 ライブに立っていた。芸人としての活動がうまくいかず、2014年より役者活動を開始し、次第にお笑い活動は行わなくなっていった。映画制作会社ピクチャーズの演技ワークショップ、パフォーミングアカデミーなどで演技を学び、同社企画のショートトライアルプロジェクト2016、ダムドガールズキャバレークラブで映画に初出演。いくつかのワークショップを受ける中で、 以前から知り合いだったという映画監督の上田慎一郎が講師を務めたワークショップにも参加。そのワークショップの中で映画を撮影する可能性があったが、結果的に撮影は行われなかった。上田の作品に参加したいと思う中、演舞ゼミナールのシネマプロジェクト第7弾の監督を上田も務めると聞きつけ、同企画のオーディションに応募。上田の班に採用され、 同企画でのワークショップを経て、映画、カメラを止めるな、に出演し、清和な俳優役とゾンビ役を開演した。これが市原にとって、初の長編映画出演となった。同映画は、インディーズ映画としては異例なヒットを記録して、話題を呼び、ジャパンラウ部門として選出された第31回、東京国際映画祭や特別賞を受賞した、玉映画賞の受賞式などの各イベントに、 メインキャストの一人として、市原も参加している。2019年4月より株式会社トーチリンクに所属。大きな目が特徴。市原の人間性について、映画監督の上田新一郎によると、真面目で神経質な性格だが、気の使える人間、努力でコツコツ積み上げていくタイプと言われている。また、現場ではいじられ、キャラだったという。 メガネを着用した市原映画、カメラを止めるな。では、黒縁メガネが特徴的なキャラクターとして出演。デイリースポーツの取材では、カメラを止めるな。じゃない自分の芝居を見てもらいたいと答えているが、本映画のヒット後に出演した、通会 TV スカットジャパンの再現ドラマやニトリのウェブ広告などでは、映画で使用したメガネの着用が求められてしまい。 映画内でのキャラクターを脱却できていないままでいる。しかし、映画で使用したメガネは気に入っているという。好きな役者にヒースレジャー、エドワード・ノートン、酒井雅人、室強、香川・照之を挙げている。好きな作品には、トーマの心臓を挙げている。短編映画。ありがとうございます。